生情報番組まるっとつがいどです。3月に入り、学校では卒業シーズンを迎えています。仲間や先生との別れを惜しみながらも、新しいスタートに期待を膨らませているのではないでしょうか。身につけた知識を生かして未来に向けて歩んでいってくださいね。それでは今回のまるっとつがいどの放送内容です。定例記者会見での市長からの発表の模様をお送りします。町の出来事では、4日日曜日、西丸の内のツ・リージョンプラザお城ホールで、津の町音楽祭ミュージックビクトリー in ツ Vol. 5が開催されました。消費生活情報をお届けするコーナー、消費生活ミニガイド。今回は賃貸住宅のトラブルについてをお送りします。以上の内容で今回のまるっとつガイドをお送りします。